新しい種族について、またすごい質問ですけど、はい、どういった種族が検討されているか、ハーフは実装されるのかなど詳細を教えてくださいというものです。ハーフはしばらくはないと思います、はい、やるとしたらやっぱりガラッと違う系がいいだろうなと思っていて、はい、あとやっぱりいくらこう長く運営するとは言っても、長く運営すればするほど種族って途中で足すと、うん、もう育ってしまったキャラクターとその容姿があるのに、はい、その新種族って使いたいけど、はい、ゼロからは無理だよみたいになっちゃうんで、そんなにチャンスは実はないかなと思ってるんですよ、うん、いくら長く運営するとは言っても。なので慎重に決めたいなとは思ってますけど、ビエラを望む声が多いのはすごい世界中で多いので、うん、前向きではあります。なるほど。ただウサギ男はねあんまり嬉しくないんですよね、はい、正直 ね。なので意図的に男女を別々で獣系で、はい、もっといわゆるワイルドな獣系をなんか考えたいなとは、はい、今何も確定してるわけじゃないですけど、僕の中では割と比重が大きいです。なるほど、はい、またんハッシュタグの流れが早まりました。ざわついてます。まあ、はい、割と検討中です。はい、ありがとうございます。はい、